矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムはマーケティングの観点からファン、つまり楽しいことをトレード交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。で、素朴な疑問なんですが、はい、はい、あの矢田部さんはいくつぐらいからマーケティングというものに興味持たれましたか？はい、これはですね、はい、いくつぐらいで言うと、まあ、昔からですね、やっぱりこう人を集めて何かをするっていうことは、はい、本当に大学の頃も、もう学生の頃もですね、はい、やっていたので、まあ、その頃からそういうのは興味持ってたんですけど、はい、それをこうちゃんとマーケティングなんだというふうに気づいたのはやっぱりこう社会人になってから。あ、そうなんですね。はい、やっぱり社会人になって、はい、まあ、僕あの化学品をね、営業している立場だったんですけど、どうやったらこれもっとスムーズに知ってもらって売れるんだろうってことをですね、その時に初めてマーケティングっていうのを本で勉強していてですね、でだん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 こういろんな種類のマーケティング、はい、企業のマーケティングや、個人事業主のマーケティングとか起業家のマーケティングとか、はい、まあ、そういったものがいっぱいあるんだってことをですね、思い出すと、そうするとですね、まあ、昔自分が、まあ、学生の頃にやっていたことも結構ためになったりしてですね、はい、はい、なので、あ、マーケティングだったんだな全部っていうことで今思うようになりました。そうなんですね、はい、やっぱりこう昔からそういうね、あの分野というか、うん、お好きだったんですね。そうですね、気づけばこれもマーケティングだったんだみたいな。はい、なるほど、そうなんですね。いや、もうね、歴史はね、長いんですね。長いですね、そうですね。はい、ありがとうございます、はい、ではオープニングトークに戻らせていただきまして、このファントレタイムメインパーソナリティ矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきますと、はい、矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長の一人です。そして私、佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは、今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは先ほど略歴をご紹介させていただいた通り、世に言う IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんがですね、他の IT 社長の皆さんとは違い、ご結婚をされておられ、子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされる、いわゆるイクメンとして頑張ってらっしゃる姿をも、あの毎月リポートしていただこうというコーナーとなっております。はい、はい、それではまずですね、お子様の、まあ、基本的な情報をちょっとだけね、ご紹介いただければと思うんですが、はい、はい、私娘がですね、はい、2人おりまして、長女が6歳、はい、で、まあ、次女が3歳ですね、長女はあの年長さんになりまして、はい、やってるわけなんですけど、はい、はい、今日はですね、まあ、いつもね、ちょっと娘の、まあ、まあ、パパすぎるデレデレした話になってしまうので、今日ちょっと娘の育て方といいますか、はい、その話をですねさせていただけたらなと思うんですけど、はい、僕自身もですね、そうだったんですけど、あんまり娘にこう勉強しなさいとか、しなさいってことは言わないんですけど、はい、一つね、娘には絶対これは伝えたいなということがありまして、それはやっぱりこうちゃんと、まあ、目標を持って夢を持って努力すれば何でも叶うんだよと、はい、いうことはですね、ぜひ伝えたいなとずっと思ってたんですけど、はい、はい、ちょうどね、まあ、運動会シーズンといいますか、そうですね、なんですけど、昨年2年前か、はい、運動会で、実はですね、障害物競争というのがありまして、はい、まあ、娘と友達が、まあ、一周障害物を乗り越えながら競争して、はい、ゴールをするというようなね、うん、まあ、
競技がやっぱりありまして、はい、で今の世の中だと、まあ、あんまりねどっちが勝ったとかで、うんうん、勝ったから偉いとかそういうことも全然ない、はい、ないんですけど、やっぱり娘はですね何回かこう友達とこう練習をね、はい、練習の時に一緒にやって、どうしてもいつも負けちゃうんだと、あら、で一回勝ちたいんだと、おお一回勝ちたい、一回勝ちたいんだ、うんうんうん、でも負けちゃうんだと、はい、でやっぱりね相手の子も運動神経が良くて、はい、あのすごいねあの体の使い方も上手で、まあ負けちゃう、はい、でじゃあどうしようっていう時に練習しようって、お、やっぱりね、それはもう練習すれば勝てるから頑張ろう、はい、っていうことですね、で言い出しまして、まあ、障害物競争でそんなに本気で練習してる家なかなかないと思うんですけど、あんまりないんですよねまずはですね、はい、競技を分析するんですね。お、さすがですね東大の理系この娘の記憶からですね、はい、あの内容はわからないので、娘の記憶からあのなんとなくこういう競技なんだっていうことをですね聞き出すんで一生懸命、うんうんうん、そうすると、はい、最初にキャタピラをやるっていうんですね。あの段ボールをこう丸くしたやつですよね。そうですね、はい、丸くしてその中をですね、はい、こうなんでしょうね、はいはいみたいにやっていて前に進むところで、はい、ここでもう負けてしまうから、はい、その後ずっと後ろになっちゃうと、うん、あ、じゃあキャタピラでいかに勝つかが大事なんだなということで、はい、今度じゃあキャタピラでどうやって早くできるんだろうっていうことをですね、はい、まあ考えるわけですね、で一応ちゃんと検索してキャタピラ調べたんですか、早くなる方法とかもう徹底的にね、はい、あの調べても、まあ、なかなか出てこないんですよ。あ、出てこない、や、なるほどやっぱりこれやってる人いないのかなと思いながらですね、はい、それでこうじゃあもう実際にキャタピラ作ろうってことで家で、段ボールをかき集めてきて、はい、キャタピラを作ってですね、でまあ家そんなに大きくない家をですね端っこから端っこまでキャタピラをこう娘にこうダダダダダダダってダダダダダって何回か走らせて、はい、それをこう見ながらですね、あ、ここをこうすれば速くなるんだとかね、あのもっとこう手の出し方は、はい、あのもっと前に出すんだとかですね、そうい う, こう研究をこう僕も本気になるとやり始めましたなるほど、研究、そうですよね、はい、もう大好きなん で,、はい、で一番キャタピラが早く進む方法をその時見つけまして、おお、すごいで徹底的にですね僕も一緒にキャタピラに入りながら、はい、あのやって、まあ早くなったんですね、で本番の当日ですね、うん、はい、もうそんなに練習してる家ないだろうから、もう僕ら親子だけはもう異様に気合が入ってるんですけど、はい、頑張ってこいと、おうおう、で頑張るよとさっていうことで、実際にね、始まったんですね、はい、そしたらもううちの娘が、まあ、いつも多分負けてるんでしょうね、そこで負けてるんだろうけど、キャタピラ乗った途端ものすごいスピードでダーッと行って、そこで一番になりまして、おう、でそこからずっと一番で勝った。おめでとうございます。嬉しいですよね子供のね勝負にね本気出しちゃう親だったんですけど、まあそこでね、あの娘にも、はい、やっぱ頑張れば、うん、あの努力すれば何でも叶うし、うん、あのできないことないんだということをですね、うん、本人も、はい、あの分かってもらえたみたいで、うん、やったよということでですね、いやーすごいですねそうですね、あのちょっと力の入りすぎたイクメンリポートで、いやもう特訓ですよ、これは。でもね、勝つということはね、なかなかこう教えてもらえないんですよ。そうなんですよね、自分でね、なかなかこう勝つっていうところまで行くのが大変なんですよ、うん、なのでこれを効率的に、ね、教えてくれるパパが近くにいるってすごい羨ましいなっていうふうに感じました。そう言っていただけるとありがたいですいやすごいですね、イクメンですね、まさにね。ありがとうございますありがとうございます、はい、まあ、ちょっと今後ね、こういういろいろなエピソードね、また研究したりとか、うん、あの調べたりとかするね、はい、こういったものをあのお話しいただければと思いますので、はい、また次回も楽しみにしたいと思います。思います。ありがとうございます。はい、以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。はい、今回は矢田部さんに玉手箱のもとザ・ブームさんの風になりたいという楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、懐かしいですね。懐かしいですね、うん、この曲がですね、はい、覚えてるのは高校の時なんですけど、はい、はい、僕高校生が男子校でして、うん、もう本当に男子だけ、はい、当たり前ですけど、はい、で男子校でですね、はい、まあ、なんていうんでしょう、学園祭、文化祭
ですね、1年に1回だけある文化祭で初めて女の子が来るんですね、はい、校内に女の子が来て、もうね、今まではもう男子トイレも男子しかないんですけど、その時だけ女子トイレがどういうわけかできてどういうわけかどういうわけか女子トイレができるんですよ。なるほど。でまあみんな何でしょうね、こうまあ本当に1ヶ月前ぐらいからこうそわそわし始めてですね、本当に女の子が来るということで、はい、結構その今まで全然髪の毛とか気にしなかった人が本気でワックスつけて、うんうんうん、当日もうカッチカチのワックスで、はい、登場したりですね、なかなか結構面白い一大イベントなんですね、はい、その時にやっぱり僕もですね、友達とこれなんかしないと、ね、せっかく女の子来るしこれモテるチャンスだという話になるんですね、はい、で当時アカペラが流行ってたんですね。アカペラで、そうですね、はい、ハモネプとかね、はい、あの番組ありましたもんね。ありましたよね、はい、でまあ、あのボイスパーカッションって言ってね、打楽器も、まあ、一緒にやって、はい、でいろんなハモリをしながらやるって結構かっこいいんですけど、まあ、これだと、はい、これでこれ文化祭で披露になれるっていうことでですね、実際にあの風になりたいの、はい、アカペラをやったんですね。すごいですね、はい、これもなんかね、まあ、結構勉強しなくちゃいけない時期だったんですけど、勉強そっちのけで音楽室にみんなで行って、はい、一生懸命風になりたいとか練習してですね、はい、で、当日ですね、女の子いっぱい来て、うんうんうん、でアカペラやります、な、はい、な教室に来てくださいっていう形でですね、はい、呼んで、でもうやったということでですね、うん、はい、まあ、実際はですね、まあ大成功だったんですけど、子供たちに大人気、お女の子は別に何もなかったっていうこのまあちょっとね、あの歌歌ったから何かモテるってことはなかったみたいですね。なるほど。もう言ったらあの一番最初にその男の子たちがワックスつけてるくだりもいらなかった感じになっちゃいますよね大事なあの頃の思い出なんですよこれが。ワックスね、ワックス大事ですよね。ワックスつけても必死だったっていうことをですね伝えようかなと思います。そこですごく伝わりました。あ、本当ですか。ワックスをねしっかりつけて、ね、モテたいというね、そういうことです。もう風になりたい風になりたい、そんな曲ですね。さあ、なるほど、そういうあの思い出があるんですね、はい、うん、私はこれ小学校の時になんか他の小学校の人と交流会で、うん、なんかその夜いろいろ交流をして、うん、でなんかそのみんなで披露するみたいなことをやったなっていうのを覚えてますね。風になれたよ、はい、その場で練習して、はい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 、体育館みたいなところに集まって、うん、その場で練習して披露しようみたいな。へえ、それ別にアカペラでもなく。アカペラでもなく。でもなくですね。はい。ああ、なるほど。じゃあちょっと青春の曲ですね。そうですね。すごくね懐かしいなというふうに感じましたし、あとまああの昔懐かし流行通信とねちょっとこうね、うん、絡んでくるところも少しあったりするのでね、この学校のコーナーは特にね。そうですね。ね、この頃ですね。懐かしんでいただければと思います。青春時代ですね。はい。改めまして、今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、今回もお願いいたします。はい、今回、ご説明するのはですね、はい、SEO 対策。 SEO 対策、はい、ほう、聞いたことありますか？ SEO 対策、うん、ちょっと聞いたことないかもしれないです。はい、 SEO 対策ですね、はい、S は、サーチ、つまり検索ですね、はい、はい、SEO の E は、はい、エンジン、お、エンジン、はい、エンジンですね。で、O は、はい、オプティマイゼーション、最適化です。はい、オプティマイゼーション、最適化という意味であるんですけど、はい、つまりどういうことかというと、まあ、サーチ検索のエンジンの最適化ということがね、まあ、これを、ね、省略して SEO 対策というんですけど、はいはい、まあ、皆さんもですね、何かを調べるときに、はい、今インターネットで検索をすると思います、うんうんうん、で検索したときに、はい、なるべくね、一番上に上がるといいますか、一番上にこう表示されるような状態、はい、なるべく上に表示してもらうような状態を作ることを SEO 対策と言います。へー、はい、検索エンジンにとって、うん、まあ、とても良い内容ですと、とても良いホームページですとか、はい、とても良いブログですっ
っていうことを認めてもらえると、はい、上の方にね、順位が表示されるという仕組みになっております。そうなんですね。はい。でやはりですね、はい、なるべく検索された時に上位に表示されるとやっぱりクリックされる回数が多いんですね。うん、確かに。はい。なのでこのまあ、なるべく上に表示させるっていうことは、はい、マーケティングにとってすごく大事なことになります。ああ、そうですよね。はい。で SEO 対策が注目されたのはですね、はい、まあ、やっぱりですね、今までの広告っていうのは、はい、一般的な広告っていうのは例えばテレビ CM とか、うん、雑誌のね、広告、新聞の広告、ありましたけど、はい、まあ、やっぱりいろんな人に見てもらって興味を持った人に、まあ、来てもらう、買ってもらう、そういったのが広告だったんですね。はいはい。だけどこの SEO 対策をするとですね、どうなるかっていうと、はい、まあ、調べている人の前、目の前に出すことができるんですね。ああ、なるほど。はい。もう調べている人っていうのはもう何か顔を思っているとか、そうですね、はい、どこに行こうかっても探している人とか、もしくはそのまあ一番合うものないかなっていうことで、はい、見つけたい人なので、もう欲しい人なんですね。やっぱり欲しい人の目の前にだけ表示させることもできるっていう。はあ、なるほど。ものすごい効率のいいマーケティング手法なんですね。確かにその通りでございます。はい。なので、はい、検索エンジン、まあ、最適化、まあ、上位に表示させるっていうことはすごくマーケティングにとって大事なんですけど、はい、じゃあ実際どうやったら、はい、上位に表示させることができるんだろうっていうのがすごく大切なんですね。はい。で、まあ、どういうふうに、すればですね、はい、上位に表示させるかっていうと、まあ、よく一番世界最大手の検索エンジンは Google さん、Google です。Google さん、はい、はい。で、Google がどう評価をしているかということを言いますと、やっぱりこうためになる内容の記事とか、ためになる内容のページを、まあ、上に表示させますと、はい、検索した人にとって一番価値がある、はい、有意義なページを作ることによって、上位に表示させるようにしてますよということを言っております。はい。で、そうするとですね、実際に上位に表示させるんですけど、はい、じゃあためになるページどうやって作るのか、知りたいですよね。はい。内容をですね、はい、より分かりやすくする、分かりやすいもの、検索した人にとって、はい、内容をより分かりやすく、うんうんうん、で必要な情報をちゃんと全部記載されているようなページがやっぱり上位に上がります。なるほど。はい。かつですね、はい、無駄な情報は入れない。そうなんですか。はい。たくさん書いてあればいいってもんじゃなくてですね、うんうんうん、やっぱりこう無駄な情報があると余計な時間が読むのにかかってしまうので、はい、やっぱり無駄な情報はなるべく入れない。はい、シンプルに、シンプル、うんうんうん、でより分かりやすくという意味では、例えば画像を入れて、はい、イメージをしやすいようにするとか、はいはい、グラフを入れてよりね、理解を深められるようにするとか、うん、あとは最近で言うと動画をしっかり見せて目で分かりやすくするとかですね、はい、まあ、そういったことをするとやっぱり上位に上がってくる。へ、あとはですね、はい、まあ、表示する速度を上げる。表示、そうなんです。ページを表示させる速度をですね、はい、例えばこう表示させるために1秒かかってました、うんうん、これを 0.5 秒にすることができました。お、これはですね、やっぱり見る人にとってはものすごくこう楽に見れることができるので、はい、評価もぐんと上がることができます。はい。こういったところをですね、はい、やっていくとすごくですね、まあ、上位に表示させる SEO 対策になっていくというところがあります。なるほど。これがね、一つ目の SEO 対策のポイントで、はい、まあ、価値のあるページにする、うんうん、有意義なページにする、分かりやすくするというところなんですけど、二、うんうん、つ目のポイント、ここからはちょっと難しいので。お、難しいんですか。はい、ちょっと分かりやすくなるべく分かりやすくお願いします。ご説明したいと思うんですけど、はい、Google がですね、はい、そのサイトを評価するときに、そのサイトやページにどれだけリンクで紹介されているかということを、うん、まあ、すごく評価するんですね。うん、はい、例えば、はい、まあ、佐々木さんがですね、ブログで僕の会社のホームページを紹介してくれましたと、はい、そうすると佐々木さんはブログに僕のホームページのリンクを貼ってくれますよね。そうですね、 URL みたいなものを、 URL をですね、はい、貼ってくれる、はい、そうするとその URL を Google は見つけてきて、はい、あ、佐々木さんのブログで評価されてる URL を貼られている、はい、ファントレさんのホームページは、はい、いいホームページなんだと、う
いう評価をくれるんですね。はい、なのでいろんなブログとか、はい、ソーシャルメディアとかですね、もしくはホームページで、URL が貼られてたり、はい、バナーが貼られてたりするサイトっていうのはですね、はい、評価される。そうなんですね。はい、これはまあ、リンクをもらうというようなね、まあ、専門的に言いますと、はい、リンクを貼ってもらう、リンクをもらうというような行為になるんですけど、はい、これはですねやっぱり、たくさんもらってるサイトっていうのは自然と上に上がってくるような形になっております。そうなんですか。はい、なんかねこうブログとか見ててもすごいバナーいっぱい貼ってあるなとか、はい、いうのはもちろん見たことあるんですけど、はいはい、全然そういう意識で見てませんでした。あ、そうですよね。うん、なのでまあ自分がですね、はい、もし自分のサイトを SEO 対策してもっと上位に表示させようと思ったらですね、はい、やっぱりいろんなところで、まあ、積極的にリンクを貼ってもらうとか、うんうんうん、SNS で紹介してもらうとか、はい、そうすることによってですね Google さんからの評価もどんどん上がっていく形になるんですね。へー、はい、なるほど。こうね日常的に皆さんやっぱり検索されると思うんですけど、うん、その無意識にというか、うん、いろ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 選んで選んで選んであなたにはこれっていうのがちゃんと表示されているんだなというのがね。そうなんですね。すごい不思議な感覚です。はい、不思議な感覚ですよね。不思議な感覚ですね。はい、うん、まあ、こんな感じですね。SEO 対策ってすごく奥が深くて、うんうん、まあただ本当に効果はですね、はい、すごくあるので、はい、ぜひですね皆さんももうすでに実践されている方が多いかなと思いますが、今日言ったことをですね一つ一つちょっと丁寧にやっていただくと、うんうんうん、必ず効果が上がってきますので、ぜひ実践してみてください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃってるマーケティングのファンイコール楽しさのこの一端でもね分かっていただければいいかなと思っております。以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さんなんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん今回はいかがでしたでしょうか。はい、もうだんだんとね回を重ねるごとにですね、はい、私もちょっとこう、ま、難しいというより深いマーケティングの話をさせていただけるようになりまして、はいはい、ちょっとね、聞き慣れないこともたくさん出てくるかと思いますが、ま、これからもより分かりやすくですね、はい、マーケティングの楽しさもしくはマーケティングの、ね、大切さをお伝えていきたいと思います。ぜひ次回もよろしくお願いします。そして番組ではですねお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイムアルファベット大文字で FUNTRETIME ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイムまたお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。